まあ、直接的なきっかけは国際文化会館という、はい、東京の六本木あというか鳥居坂にございます、建物がありまして、でこれは戦後の名建築の一つである。ただ大変効率も悪くなってきているし経済的にも難しいという中で、全面的に再開発してしまうか、その保存活用していくかっていう問題が起きて、で国際文化会館の側で、学会が要望書を出したということもございまして、じゃあ学会と一緒に考えていけないかというようなお話をいただきまして、で学会の中にその国際文化会館をどういうふうに考えるかというための委員会ができて、私が一応その委員長っていうのか責任者になりまして、そしてアーキテクトの方、それから構造の専門の方なんかが参加して、そのどういうふうにすれば安全性と機能性を確保して保存活用できるかということを考えて、でそれを実際には三菱地所設計ですとか、施工は清水建設がなさったんですけれども、具体案を作っていって、完成をした。それが去年のことなんですけれど、で、これはその意味では多少自画自賛になりますけれども、学会がそれまでこういうふうな何とか残してほしいという要望書は出すけれど、実際のその仕事にまでタッチするということは少なかった。でここで要望から現実のこう手立てにまで事業として進むことができたというんでお褒めをいただいたということはございます。でただその時にその問題に関わった人たちの間で、問題が起きるたびにそのこうやってほしい、それからじゃあ具体的にどうしようかというご相談というのは非常に大事なことだけれども、その個別の問題を超えて一般化して、そのやはりまずこういう点を考えてほしいというその論点といいますか、注目点といいますか、それを整理して考えてくださいというふうに最初にアピールしておくことが必要じゃないかということで、このガイドラインを作るその委員会が次にこうバトンタッチする形で生まれてきたわけです。でそれが足掛け3年ぐらいになりますかねの議論を経て、実際上は2年ぐらいですか、今回のこの、建造物の評価と保存活用ガイドラインという形にまとまったということなんですね。でただこういう学会がこの保存活用ガイドラインというのを出すのは学会だけの話ではなくて、すでに、例えばですね、文化庁と国土交通省が一緒になって、公共建築協会かな、建築保全センターが事務局になって、公共建築物の保存活用ガイドラインというのをすでにまとめていたということがあるんですね。それからあと建築業協会 BCS では良好な社会資産を創出する建物長寿命化というような提言というんでしょうかね、それをすでに取りまとめておられる。で大きな流れとしては建築業協会あるいは国交省文化省、文化庁というようなところもこういう問題を非常に大事に考えていた。で学会が後追いというわけではないんですけれどもそういう中で学会としてもこういう建造物の保存活用の考え方をまとめようという流れであったということになると思います。ここでガイドラインっていうのが言ってるのは取扱いマニュアルっていうのでもないし、チェックリストでもない、あくまでもスタートラインになるガイドラインだっていうことで、
できたばっかりの建物っていうのはおそらくこうそれなりの意味を持って作られてるんだろうから、わざわざこの建物の価値はということを考えなくてもいいけれど、もう壊してしまおうか、それともいやもう少しうまくやって使い続けようかっていう、こう分かれ目に来た頃にこういう問題が起きてくる。でその時にはもう経ってある程度時間も経ってしまっているし、その古びてきている、それから設備なりいろんな部分ももう時代遅れになってきているっていうような問題が起きているだろう。だけどそうではなくて、その建物にはそれが建った時のこう建物の作り方、まあ、それが歴史的な価値としてまず現れているだろう。でだから歴史的な価値にはこういう様式があってというだけじゃなくて、例えば10年前の建物だったら、例えばまあバブルの時期の名残がこういろんなところに残ってて、それは今ではもうこういう建物は作れない建物ってこともあるだろう。それからもっと古いのだったら、もうそれこそその江戸時代のスタイルで作られてるっていうようなこともある。だから歴史的価値の中身はいろいろだけど、やっぱり建物にはそれが建った時の歴史的背景っていうのが込められている。それを見てください。それから文化芸術的価値っていうのは同じようで、例えば丹下健三さんの作品っていうのには、丹下健三さんのある種の哲学と当時のその表現っていうのが込められている。で、まあ、他の建物についても無名の職人かもしれないんだけれども、その人たちがこう込めたこう細工の見事さがあるかもしれないし、そういうこう面白い部分、見どころのある部分、こう造形としてもハッと驚くような部分、そういうものがあるかどうかよく考えてください。それが文化芸術的価値だから、それの中身もある意味では千差万別だっていうことですよね。それと次の技術的価値っていうのが、これがかなり議論があったんですけれど、まあ古い建物っていうのはもう時代遅れになってると考えられがちだけど、建った時にはものすごくいろんな工夫をしてるものが多いんですよね。でそれは今ではもう使われないやり方っていうものもかなりある。でそれを壊してしまうっていうことは、ある種その種類を絶滅させてしまうようなことがあるだろう。で、当時の初めてこう立体トラスで大空間を作った建築とか、そのこうなんかいろんな技術的試みをしたっていう部分、そういうものをもう一遍見直してみて、ではこういう工夫があったのかっていうようなことを再確認していただきたい。で、まあそれは危険、例えば当時は良かったけどアスベストみたいに非常に危険だということが分かったようなものは、当然そういう技術は更新しなきゃいけないんだけど、その今はもう古いからっていうだけで過去の技術を単純に捨てないでほしいというような見方ですね。それから景観的あるいは環境的な価値っていうのは、これはまあ割に分かりやすいかもしれないんですけど、ある程度こう時間が経って風景に馴染んでいる建築というものの意味、それをもう一度見直してくれないでしょうか。それからその社会的価値っていうのは、まあ単純に言うと建築っていうのは非常に大きな社会資産であるし、ストックである。それを少し不具合があるから、少し手狭だからっていうだけで全特化してしまうっていうのは、こう社会的なストックという点から言うとやっぱ大いなる無駄であり、地球環境に対してもよろしくない。そこをなんとか工夫できないかっていうようなことを考えてみてはいかがでしょうっていうことなんですね。ですからこれの中に全部チェックリストがついてるわけではなくて、そういう目でもう一度
建物を見直していただけないか。でそうするとある場合にはこういう技術を始め、例えばスチールサッシを最初に使っていて、今ではこのちょっと難しい、したら、大変かもしれないけど、このスチールサッシは残しておいてもいいんじゃないかっていうような判断があるかもしれないし、いろんな側面からその建物その建物で違う顔が見えてくるんじゃないか、その顔を見てよく考えていくべきじゃないかっていうことなんですね。もちろん組織も違いますし、立場も違うんで、直接的に結びつくっていうことではないんですけれど、ただ、登録文化財っていうのは文化庁の一応のこう内規的なルールとしては、建築50年以上を経たものを一応対象にしてるんですね。で我々はその50年に行くまでの間っていうのが、今まではその建物の自助努力で生き延びろっていうようなことだったんだけれど、その間のこうちょっと立ち止まって考えてみてはどうですかというのに役に立てばありがたいなということなんです。でだから国際文化会館もそのちょうど50年になるかならないかっていう頃が一番問題だったわけなんですし、今世界遺産の一つにしようって言ってる上野の西洋美術館も今年来年再来年ぐらいでちょうど50年になるかならないかみたいなとこなんですよね。だから50年まで持つっていうのは非常に大変なことで、その中間のこう手助けっていうか、ある種のこう見直しのこう一助になればっていうところはありますね。だからそれによって、国宝があって重要文化財があって登録文化財があって、そしてこういう保存活用ガイドラインでこう考えながらもう少しうまく使えるかなっていうんで使っていくような建物がこう連続していくことで、新しい建物から古代の建物までいろんな建物がこう無駄に壊されずに済むような手立てになればと思ってるんですけど、愛媛県に日槌小学校っていう、これ戦後の木造の校舎が小学校なんですけれどがあって、これも建て替えようかっていう話があった時に、これは学会の四国支部のメンバーの方、それからJIA ですね、建築家協会の四国愛媛の方々が一緒になって、それでこれも延々とやってきて、それでようやく市もこれを保存しながら必要な手を加えて今の小学校として機能が高いものにしようということになって、ようやく実施設計に入るというところまで来たんですけれども、だからこういう形でもいろんなところで学会をベースにして具体的なその案を地元の方、オーナーの方、自治体なんかと一緒にやってる例っていうのは多いですね。じゃあもう今の小学校 の基本機能を高めるための設計ということは、もうそれをそのまま残すんではなくて、それを生かしてで、だから保存活用っていう、ある種そうですよね。だから保存っていうのはもう完全に手を触れるなっていうわけではない、で例えば重要文化財の建物だって使えないっていうんじゃ困るっていう場合には、それから安全でなければ困るっていうことがあるわけですから、必要な手立ては加えてるわけで、あらゆる建物を保存っていうと、もうパッと立ちのけみたいになっちゃう、それは誤解なんですよね。やっぱり使えなければ、それこそ巨大なゴミくずになっちゃうわけだから、ただしその時にその建物が持っている良さを
潰してしまったら元も子もないじゃないかっていうのが、まあ、このガイドラインの趣旨でもあるんですね。ですから歴史的なこう良さっていうのがありませんかとか、あの芸術的な価値っていうのがありませんか、技術的にすごくここで試みられていることがありませんかっていうようなことをあのチェックして、あそうかこれ使うんだったらこういうところをこ うまく活かしていった方がいいなっていうふうに考えていただけるとありがたいことなんですよね。